楽ハリマは西日本旅客鉄道が新大阪駅姫路駅間を東海道本線及び山陽本線経由で運行している特急列車。平日朝と夕方に運転される特急列車である。この列車の登場により平日の18時から20時の間に大阪駅から姫路駅方面に向かう特急列車の間隔が毎時1本となる。大阪駅から 姫路駅までの所要時間は新快速より5分から10分、程度早い約1時間。特急料金は J ・ウエストカード会員向けの J ・ウエストチケットレスを利用すると割安になるよう設定される。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言以降、確実に着座できる指定席の需要が拡大したため、2020年7月6日から、 全席指定席で運転されている。特急列車としては、琵琶湖エクスプレスや、はるかと同様に、アーバンネットワーク内で運行が完結する。近畿圏を発着する特急列車の登場は2003年の琵琶湖エクスプレス以来16年ぶりとなる。平日のみの運行で、朝の通勤時間帯に、姫路発新大阪駅を一本。 夕方の通勤時間帯に新大阪発姫路駅を1本運行する。新大阪駅大阪駅三宮駅神戸駅、明石駅西明石駅大久保駅加古川駅、姫路駅水田総合車両所京都市所に所属する289系電車6両編成を使用する。ありがとうございます。